アラサーキックボクシング女子マホです。今日は試合当日です。私の試合はまだあと1時間ちょっとぐらいあるんですけど、今日2試合します。もう気合十分でだいぶ体も仕上がってるんで、あとはやるだけです。頑張ります。今アドバンテージを巻き終えました。なんかね、今日の大会は面をつけないといけないみたいで、ヘッドギアの前に面がついてるんですね。で、一回試しにちょっと借りてみたんですけど、すごい視野が狭くてめちゃめちゃ動きにくそうやったんですけど、面なしでやるのがダメだって言われたんで、今日は面ありで試合します。蹴り見にくいだろうなと思うんですけどね、頑張ります。第54試合、一般女子 C クラス、フライ級51キロ12オンスの試合を行います。赤コーナー、近藤真帆、寝屋川純。青コーナー、山名加奈子、GG、キックボクシング。ラウンド1。落ち着いて、ストレート当たったよ。はい、当たってる。はい、ナイス。当たってるよ。当たってる、当たってる。10秒前。第1ラウンド終了。ラウンド10秒前。最後出てみる。
第2ラウンド終了、判定に移ります。判定の結果を申し上げます。ただいまの試合3対0をもちまして、赤コーナー近藤真帆選手の勝利となりました。一般女子 C クラスフライ級51キロ12オンスの試合を行います。赤コーナー近藤真帆、レア側陣。青コーナー杉田ありさ。ラウンド1、申し上げます。ただいまの試合3対0をもちまして、青コーナー杉田愛沙選手の勝利となりました。全く見せなかった、もう動かんかった。だから出えへんねん、最後にその力がガス切れてるの、完全にガス切れ状態、ガス切れ状態。完全に動けんかったし、インターバルもちょっとボーッとしてました。ガス切れやん。2試合目負けまして1勝1敗でした。これは言い訳にはなるんですけど、
2試合目も完全にスタミナ切れました。動けなかったですね。腕も上がらんかったし、まあ負けました。実はですね、この試合で全然ダメで負けたらキックボクシングをやめようかなと思ってました。それくらいのつもりで試合に向けて練習してきたんですけど、気持ちでは結構前に出て、引かないで前に出たつもりやったんですけど、やっぱり押し負けてるとこが多かったなって自分では思ってます。まだ試合の動画見てないんであれなんですけど、これからどうしようかなってちょっと今思ってます。ダメージはもう全然ないんですけど、ちょっと顎が擦れましたね、ヘッドギアで。自分のヘッドギアじゃなかったんで、なんか当たったんかな、わかんないんですけど、ちょっと擦れました。それくらいです。今後また試合に出るかどうしようか今ちょっと考えてるんですけど、前回の試合に比べてどうだったかなっていうところを、よかったらコメントで教えてください。1週間ぐらいゆっくり休もうかなと思ってます。応援コメントくださった方、高評価をしてくださった方、いつも見てくださってる方、ありがとうございました。帰ってなんか美味しいもん食べて、ゆっくり寝て考えます。ありがとうございました。